あっちゃんも怒るぐらいなら買い物に来ればいいのに。密かな商店街のアイドルです、彼。アイドルとは人気者という意味で、値切りやすいかもって意味じゃないような。リツカさんの事情は知りませんが、彼は青子の連れです。その他に説明はいりますか？はあ、やっぱりそういうことなのね。ま、言いたいことはいろいろあるけど、今はそれどころじゃないし。ええ、了解したわ。他ならぬあっちゃんの頼みだし、特殊な例だけど、彼はこちらで保護しましょう。アリス。ダメよ、総十郎さん。あなたは言ってはいけません。彼女たちに任せなさい。言ってはいけないってどうして？あなたのためよ。青子の容態は普通の人が見ていいものじゃない。気分を悪くするだけ。それとも嫌な思いをしてもいいくらい青子が心配なのかしら。青崎相手に心配なんかしません。でも会いに行くのね。はい。どうぞ、行ってらっしゃい。アリスさんが使ったドアから入って4番目の部屋よ。今一番取り込んでる頃だから、ユイちゃんの邪魔だけはしないように。さて、ユイカあたりなら止めるんでしょうけど、ま、私は総十郎さんの味方だし、傷つく男の子とか大好物だし、少々スパルタと自覚しておりますが、これも親切な姉心と思って、総十郎さんには後悔していただきましょう。
そうか、青子ちゃんは全部わかっているんだね。自分だけのことじゃなくて、この後に起きることも、何が残って何が残らないのかも、全部まっすぐに受け止めている。それでも自分であり続けられるということは、とても強いことなんだよ。青崎は分かってると思ってた。いや、きっと分かってるんだな。だからそこが強いんだろうね。うわ、体中かゆ。
おはよう、アリス。寝てないんでしょ？肌が荒れてる。努力はしたわ。けど、瞳子さんに飲まされたものが解毒されるまで眠れそうにないの。半端な痛みは、こういう時に生ぬるいわね。そう、アリスもやられたの。状況は大体予想してるけど、一応細部を聞かせてくれない？
そう。アリスがお手上げの相手だものね。私がどうにかできるはずもなかったわけだ。でも要は魔術でなければいいのよね。テムズの動力は魔力だけど、テムズのパンチは純粋な衝撃でしょ。当たりさえすればぺしゃんこじゃないの。残念だけど、あれ基本は狼の姿なだけで、状況によって形を変えるわ。テムズの腕を受け止めた時は大猿みたいになっていたし、機関銃やロケットで狙ってもかわされるか、体の硬い生き物に変化して防ぐんじゃないかしら。地球上の生き物なら何にでも変われるってことか。でもまあ質量までは無理かな。基本は2メートル台の生物のいいとこ取りってあたりで勘弁してほしいわね。ねえ、すごく関係ないけど、深海の生き物に変わられたらちょっと怖いと思わない？で、その後はアリス、うまく逃げられたの？いいえ、私もあの狼にやられたわ。アリスの相手をした後、休む間もなく私のところに来たわけか。初めから昨日で決着をつけるつもりだったんだ、姉貴。姉妹かな。ここぞって時のタイミングは一緒だったの、忘れてた。切り札は見せたからには敵を殲滅しなくちゃいけない。姉貴は視点を残り2つにしておいて、自分の正体を告げてこっちの戦力を分けさせた。その時点で奥の手を投入してくることは覚悟してたけど、まさか人狼なんて極物とはね。それはそれとして、総十郎がアリスを助けに行くなんてね。感謝しなくちゃいけないんだろうけど、バカな真似してくれたわ。私が瞳子の立場なら、報復の可能性は一つ残らず排除する。私たちがどうにかなった後、猫の手首ひねるみたいに片付けられるわよ、あいつ。しずき君ならこちらで保護してもらってるけど。うわ、どういう風の吹き回し？アリスがあいつの世話を焼くなんて。だって放っておいたら青子が怒ると思って。まあいいけど。それじゃあ今ここにいるんだ、総十郎。姿が見えないけど、どうしたの？彼なら気分を悪くして倒れたわ。今は鋭利神父の寝室を借りているけど。
何があったの？一体。それが彼、あなたを見て嘔吐したの。いいけど、ひどい侮辱よね、それって。何よ、そんなにおかしい？アリス。さあ、どうかしらね。けど、しずきくんにも言い分はあるでしょう。今のあなた、とても見られたものじゃないわ。そっか。あのガキ、まず私の首元に噛みついたんだっけ。すごかったわよ、首が噛み砕かれるのって。ゴキンって音が頭の中に響いて、気持ち悪いったらなかったわ。チッ、あそこから好き勝手やられたもんだからつい忘れてた。視点は全部壊された。これで美咲氏の霊脈はフリーってわけね。全容を把握してるのはうちらだけの特権だったけど、瞳子は昔から知ってる以上、解析の手間もいらないと。真剣な話、所有権の書き換えまで何時間かかると思う？瞳子さんなら2日かからないでしょうね。視点の修復は土地そのものに任せるしかない。視点のプロテクトが治る頃にはこの町はもう彼女のものよ。明日の夜明けとともに破産する我が身とはね。それでアリスの方はどうなの？まだいける？思考魔術だけなら少しは。あとは小道具に頼ることになるでしょうね。ああ、お話にならないか。それでもやるんでしょ、青子は。まあね、私諦めるのってできないから。で、そういうアリスはどうなのよ。私は
一度自分のものになったものは決して人には渡さない。オッケー、決まりね。じゃ、悪いけどもう少し休ませて。今晩までには何とか動けるようにするから。アリス？アリス？間に合ったのかしら。あの時もそう。私たち始発で帰ってきたのに。言いたくないなら別にいいけど。何がどうしたって言うのよ、アリス。どうでもいいことだけど、ユイカさんにはしずきくんは見えなかったそうよ、青子。そりゃまた珍しい。何しに来たの、あんた。
アリスが客まで眠ったから礼拝堂にいたんだけど、人が集まりだしたんでこっちに逃げてきた。あ、礼拝の時間か。クリスマスだってのによくやるわ。それで別にどうってことないでしょ。探せば顔見知りもいるんじゃない。いや、ちょうどいい機会だから、いろいろと聞きたくなって。少し話をしていいかな。ああ、そうか。話なんてまだ無理だな。すまない、出直してくる。待ちなさいよ。話だけなら別に構わないわ。やる気持て余してるし、暇つぶしがてらに相手してあげるわよ。ま、退屈しのぎにしてはちょっとグレード下がるけど、この際贅沢言ってられないし。で、何が聞きたいの？やっぱり青崎は強いな。安心した。あんたって本当間が悪いわ。いいわよ、別に。私の夢の話だから、そっちが気に病むことは。やめやめ、こんなつまんない話。聞きたいことがあるなら手っ取り早く済ませちゃってよ、総十郎。よかった。じゃあまず今の状況を聞かせてくれないか。瞳子さんの話じゃ俺も無関係じゃないそうだし。
それでもアリスは助けられたわけだし。よし、今までの経緯も含めて軽く説明してみましょうか。私も何か得るものがあるかもしれないし。事の起こりは1ヶ月前、三崎市に張られた結界の端っこが何者かに消されたのが発端だった。私が跡継ぎになってから5度目の三崎市を狙う敵の登場ってわけ。今回の敵は私たちとは直接戦わず、まず土地を奪うところから始めたわ。今までのやつは私たちを半人前となめていたから、大抵は真正面から仕掛けてきて勝手にアリスの猟犬の餌食になったんだけど、まあそれはどうでもいいとして、町の結界には2種類あって、侵入者を見つけるものと土地の力を有効利用するものがあるの。敵が壊したのは土地の結界の方で、これが全部壊されると私やアリスは土地の所有権を失ってしまう。土地のないはぐれ魔術師と同じになっちゃうのよ。もちろんそうならないように侵入者をあぶり出すための結界があるんだけど、こっちには何の反応もなかった。ま、当然よね。今回の敵は私の姉貴青崎東子その人だったんだから、青崎の結界は同族である姉貴を敵とみなさなかった。あるいは姉貴は結界の抜け道、構造の資格をついたのかもしれない。もともとうちの後継者はあの人だし、それぐらいの知識はあったでしょう。そうして姉貴は私たちに見つかることなく好き勝手に結界の視点を壊し始めた。時間をかけてゆっくり壊していったのは、外からやってきた部外者を演じていたからでしょうね。さすがに連続して壊されればこっちも身内の犯行だと疑うし、うち親戚である浅木家とは仲悪いままだしさ。ま、姉貴の芝居に騙された私たちが間抜けなんだけど、セオリーとして結界崩しは長丁場になるものなの。管理地の結界は強固に作られているからね。普通は半年単位での攻防になる。攻める側はまず結界を形取る視点が何個あるか、それがどの五大要素でくくられているか、退去の正しい順序はどれか、それらを地道に解き明かしていく。もちろん管理地の魔術師たちの目を盗みながら。対して守る側は侵入者がいることに気づくから、悪さをされる前に敵の拠点を見つけ出して外敵を排除する。こんな感じで結界崩しは長期戦、あるいは前哨戦になるものなの。大抵は攻める側が視点を壊すぞとアピールして土地の持ち主を翻弄、疲弊させてから魔術師同士の直接対決で決着がつくわ。なんで結界を全部壊す必要はないのよ。管理地の持ち主を始末した方が早いし、その後は術式さえ解読しちゃえば土地を結界ごと横取りできる。わざわざ壊して作り直すより昔からある結界の方が土地に馴染んでいて強力だしで、一石二鳥でしょ。だから私とアリスはとりあえず受けに回った。視点を探すために町を調査している敵を待ち伏せて、これを片っ端から倒そうって。でもそのうちの一つがケチのつき始めだった。三崎町の公園で山張って待ち受けていた時、
どうでもいい第三者が覗き見してやがったのよ。その後のことはわかるでしょう。私は敵との小競り合いをアリスに任せて、それより重要な目撃者狩りに専念せざるを得なくなった。言っとくけど、これはあんたのことだからね。そこで我関せずみたいな顔しないこと。いいけどね、総十郎がそんなだから秘密は漏れなかったんだし。で、あんたっていう目撃者を消そうとした私の単独行動は、敵にしても都合のいいものだった。強敵であるアリスがいないんだから、敵はこれを機会に私を始末しようと、特注品の人形を差し向けた、と思っていたけど、あれはただの嫌がらせね、間違いなく。そうでなきゃ、私そっくりの人形なんて派遣するかっての。あれのことは忘れてちょうだい。まあ、そこから先はあんたもうすうす知ってるでしょ。私とアリスは敵との戦いに専念することになって、毎日のように捜査の手を空振って、決戦の夜を迎えて今はこうしてる。大体の経緯はこんなところよ。青崎、これまでの君たちの話は分かったけど、肝心の今の状況はどうなっているんだ？バカね、状況も何も完全に私たちの負けじゃない。負けた？そ、事実は正しく受け止めなくっちゃね。5つの視点が全部壊された時点で勝負はついたの。管理地の所有権は宙ぶらりで、明日には塔子の手に渡るでしょう。で、それを阻止したいこっちは、私もアリスもこのありさま。もう立場は逆転したから、これから私たちは挑戦者。つまり、はぐれ魔術師ってことよ。エリ神父はコウモリだから私を助けてくれたけど、ユイカさんは教会の代行者だから、傷が塞がったなら明日にでも出て行けって言ってくる。教会にとっちゃ魔術師なんてもともと排除すべき商売敵だからね。バカリツカは、ま、泣きつけば力にはなってくれるでしょうけど。
そうじゃなくて、青崎。昨日の夜、何があったんだ？見てわからない。惨敗なんてものじゃないわ。喉に食いつかれる。体中好き放題噛まれまくる。挙句に右のママなんてなくなってたそうよ。ま、アリスのチョコレートのおかげで出血死は免れたけど。なんでそこで固まる？あ、そっか。私を見て吐き出しちゃうぐらいナイーブなんだっけ、総十郎ってば。大丈夫よ、今はくっついてるから。ユイカさんは治療専門だし、私だってただやられてたわけじゃないし。復元は青崎の得意分野だから、あれくらい問題ないわ。姉切ったらどうやってあんなのを手なずけたんだろう。金の狼なんて伝説の中にしかいないと思ってた。神代の神秘であるあいつには千年クラスの魔術じゃないと太刀打ちできない。かといって殴り合いでどうにかできる相手じゃないし。金の狼、黄金の人狼、金狼って言った方がいいのかな。狼男って言ってもわからないわよね。人間と狼のいいとこ取りみたいなやつと思えばいいわ。野獣というより魔獣の類よ。普通の人狼なら対抗手段はあるんだけど、トーコが連れてるのは黄金の毛並みをした怪物でさ。あれは原初の人狼の血統で、魔獣を通り越して幻獣の域に達している。